本日は、明東明神寺に、ご参詣、参詣させていただけたことを、まず長松、お堂主をはじめ、お教務の皆様、教区長をはじめ幹部さんの皆さん、またご参詣の皆様に、心から、深く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。こちら、明神寺には今、長松お堂主の、ご挨拶の中にもありましたように、17年も前から、幾度も声をかけていただき、また、お絵式の報酬にも、呼んでくださり、ブラジルでも多くのご奉公を、度重ねられて、来たおかげで今があります。本当に数えきれないほどの多くの思い出、そしてご奉公、出会い等も重ねられたことが、私にとっては人生の醍醐味、大なるご利益といただいております。本当はもっともっと昔からのご縁でありまして、ちょうど1955年初めて日泊商人がブラジルへ行かれた時から数えますと、来年で70年目になります。茨城日水商人が年老いられて、あとはどうなるかという時に、日薩商人のお供をされて、ブラジルへ渡られたおかげで今の私たちに、ご法様が、つなげられたわけですね。そして、2回目日泊商人が行かれた時から数えて、住江奥様もお供をされた時ですけれども、今年で60年目です。私も長松お堂主も2人ともまだ生まれていませんのに、皆さんがその種まきをしてくださったおかげなんですね。いわゆる今を50年前60年前に先史上人の方々が考えておられたということなんですね。ですから、今は、私たちご奉公させていただいていると思っておりますけれども、実は50年先の種まきにならなければ何も残らないことになりますね。この場を借りて、特にお礼を申し上げたいのは、明神寺の皆さんに、17年間の長松お堂主をもう独り占めその時間と体を譲ってくださったことに対し深く御礼申し上げます。特にこの6年間の間は、今言われました通り初日からです、令和元年の10月13日に始まるお役なんですね。で、毎年10月12日に任期が満了します。今日なんです。6年間初日から最終日まで身命を惜しまず身を削られて、ブラジルへ行っても私は死ぬかもしれんと言いながらも来てくださった、その多くのご奉公に対し今日は心を込めてご法然にお礼申し上げました。そしてご披露の中にもありました通り、今はブラジルのゴグズーの中で大転換期、これから50年先を築いていく時なんですね。お寺が建てられて建設中でありますけれども、今のためではないんですね。私たちが受け継いできたものをいかにして後の方々に、まだ生まれてもいない方々にどのように譲らせていただいていくかというための新しい寺院となります。その寺院移転建立に際して、
長松を同士は初日から加わり、しかもね、今は日教寺移転、新建立というように呼ばれていますけれども、最初はね、日教寺移転問題という言葉だったんですね、お同士。移転問題、どうなっていくのかと。大変な時であったんです。その初日から来られて、そして良くなってミッションインポッシブルになったんです。で、想像を絶する、ストーリーなんですけれども、今はあと半年で、それが実現しようと、もうトンネルを、くぐっていて、もう光がもう見えてきたところまで来ていますが、崖っぷちなんです。もう心休まるとき一つもありません。でも、心休まるときいりません。いる必要なのは今の種まきです。後の保証が欲しいんです。皆さんが、心を一つにして、させていただいて、初めてそれが可能になるわけですから、本日は、長松尾同士のご報告に対し、心から、お礼を申し上げるとともに、これからの私たちのさらなる、精進を、お誓いさせていただきます。そして、半年後は来年の5月の後半にこのような団さんがブラジルへ組まれています。来年の5月の14日から28日まで日本から団さんがブラジルへ参ることになっています。しかしこれももう本最近まで1週間ほど前まで未定のところが多く、大丈夫だろうかと、みんなこんな状態ですけれども、これも長松海外部長が最後までお膳立てをしてくださり、決めてくださった上で後任者の方々に引き継ぎをしてくださったおかげで、今日は嬉しく喜んで発表させていただけるんですね。なんと、今までブラジルへ行われた団さんの中で、半額以上の破格の、旅行費で、50万以下40万台という、団さんになります。ありえないんです。今まで会ったことがないし、ですから今まで皆さんをお誘いしてまいりましたけれども、今度は逆です。行かないと損しますよってこれからいつ行ってももうこんな旅行費ではとても行けるものではありません。一人で行こうと思った方が二人で行こうと思えば今なんです。しかも、その内容も至って、宗教的で、まあ、以前は、イグアスの滝とかね、リオの、コパカバーナビーチとか入れたりして高級ホテルも入ったりして、まあ大変だったんですね。今度は、ご神人を中心に、今の映像をご覧いただきますと、きれいなビーチが見えますね。皆さんがリオの有名なコパカバーナビーチありますね。それじゃないんです、ね、今まではそれがあったけれども、今度はもっといい場所、しかもサンパウロに近い、サントスの港です。明治41年に、日本の第1回の移民船、茨城日水商人が、その船に乗られブラジルに、渡られて、ここにその船が着いたのです。116年前に。そしてここに着かれて、
まず最初に何をなされたのか、何をされたでしょうと。Hoje estamos com a presença aqui da senhora Reiko, Reiko Mimaki, e agradeço, estou Tani-san, né? E agradeço a presença dos fiéis do Brasil também, que praticam a fé aqui no Japão, nos templos que pertencem e se esforçam para participar também. Então, pergunta aqui ao Max, né? Max Kuni, kikimasu. ここに笠戸丸がつきましたと。ね、ついてすぐに皆さんは何をされたでしょうかと、ね、ある人に聞いたら船を降りたんでしょうと。当たり前ですね。ただ落ちたら日本出発する前に乗ったわけですから降りないといけませんね。何をしたと思いますか。一座のお勘金をなされたんですね。出発される前に無事渡航、ね、のお願いをされて、無事到着したら、無事到着の御礼並びに、ブラジルこの地で皆が健康で、幸せになれるように安全にと願われて、ブラジルでの豪雨図を第一に祈られて、皆さんが船を降りられたんですね。それから116年、最初の祈りが今も変わりません。そのおかげで今私たちがいます。茨城日水商人は1971年にお亡くなりになられましたけれども、歴代のお同士のご奉公のおかげで私たちが残されました、日白日薩商人、日白商人、日清商人、日時商人、歴代のブラジル教区長、歴代の派遣のお教務のお同志方、今日は御牧豊谷玲子さんがおられますけれども、ブラジルでは茨城日水商人が亡くなられる時は、御牧さん後を頼むよ。そしてそれらの方々に皆バトンタッチがなされて私まで来たんです。で皆に聞かれるんです。これお同士大丈夫ですかって。はっきり答えます。分かりません。今までは分かってたんですよ。分かってたつもりでいたけれども、月日が経てば経つほど自分が非力でどこまで至らないか、もうだんだんと分かるようになって、もうご法然におすがりをさせていただくほかはないというところまで来たんですね。ここからご信心の本番だと私たちが、ブラジルで感じさせていただいてね、今年の、初めからさらにご法然におすがりをさせていただこうで、心が結ばれました。特にわからないからこそ、自分に力がないからこそ、どうしていいかわからないからこそしがみつくんです。で私たちがそこから一生懸命お勘金をさせていただき始めたおかげで、だんだんお寺の工事も進んでいき、8月に長間藤堂氏が来てくださったおかげで、そこからまた上昇気流に乗って今に至っています。皆さんからも多くご融資をいただいておりますことに対し、口座からではありますけれども心から御礼申し上げます。本当に長間藤堂氏が来られる度ごとに、はいご融資、はいご融資、今日も、いただきました、でも皆さん細かいことを聞くんですね。あといくら足りないのって心配してくださってる証拠なんですね、1億3000万円が足りません。であと半年でですよ、ってなもんです。でもお計らいがいただけます。
計算ではないんですから。その8月にブラジルに来てくださった時の映像等を皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、こちらが、プロのカメラで、映された、ものですね。基礎工事から柱、壁が、できていって、正面の、カラハーフの屋根がつけられたんですね。ここで、上棟式が行われて、そして長松王道氏がご来迫直前までせめて、大屋根を、終えようという目標ができたんですね。しかし来られる1週間前までこの状態だったんです。雨が降ったら困るどころじゃないんですね。晴れすぎても困るし、でまだ、本堂内にトラックが入っている状態なんです。まあ、これで本堂の大きさが、分かっていただけるぐらいなんですね。でも、工事が進み、トラックが、吊られて、もう空を飛ぶトラックですね。ほんまにおもちゃに見えるんです。で、これが、本堂の大屋根が完成した状態です。壁もでき、そして8月の18日の初屋内ご修行日をお務めをさせていただく準備の段階です。本堂は3階建てからなっています。左側の高度は6階建てとなっています。はい、こちらが本堂内です。こちらは、御法前の幅になります。御法前の幅だけで13メートルありますから、これぐらいか、あるいはもう少し大きいか。御法前の建立だけでもウェーと、ね、ですけれども素晴らしい、御法前を建立させていただける。床もない、壁も塗られていない、天井もない、状態から、さらに、未だに進められていますが、ここの、地下1階階段から降りていくところは、葬式場なんですね。こちらは屋養所、800人が入る屋養所、美容室、保健室、仏教学校、子ども会、青年会、会議室等たくさんあります。こちらはね、葬式場と階段を降りたところがなっていますけれども、世間でいう斎場、葬式場に、皆さんが行かずとも、お寺で家族も泊まられてお葬式が挙げられる、霊柩車がお寺の中まで入れる、仕組みとなっています。しかもご信者さんには全て無料で提供させていただけるようにしております。こちらが裏側なんですね。右側が通りなんですね。バス、2階建てのバスでも出入りできる、そして普通車でも出入りできる通路になっています。身体障害者の方もバスで乗り降りされる方も難なくここから直接本堂に入れるように。そして下の入り口は駐車場です。100台以上入る駐車場となっています。この前長松道士が行かれた時は、ってこれ見てみないとわからんと、おっしゃいました。そして当日の、初屋内のご修行日です。400人のご参詣でありましたが、ガラガラに見えます。600人入るから、800人まで詰めたら、入る、本堂になります。この時はやはり感動いたしました。これまでのお礼を、心から申し上げさせていただきました。皆さんも随気あふれご参詣で、本当に結構な、ご参詣ご報告が、させていただけました。でまだお同士に、報告させて、いただいておりません、でしたけれども、こちらが、そこから1ヶ月半、はい、
今ご覧いただいた映像から1ヶ月半が経っています。はい、本土の壁が塗られました。床のタイルもつけられ、天井の形、骨組みが、見えてきましたね。セメントが全体の壁に塗られ、これからペンキ塗りになり、本堂の階の事務所入り口等のタイルもつけられました。はい、下の屋用所につながる渡り廊下もでき、本堂の裏が600基も入る納骨堂となっていますが、はい、ここが屋用所ですね。はい、日曜日はここでお参りをさせていただいているんですね。来させていただく時は、日本に参らせていただいた時は、私はまだこれ見ていなかったんです。はい、これが台所です。台所にもう車で言えば 14,5 台ぐらい入る広さ、東西南北から出入りができる、また裏側から業者が入れるようになっている。どなた様もお寺で結婚式を挙げても、よそで高いお金を出して披露宴をするまでもなく、結婚式はお寺で、披露宴はこちらと、駐車場はこの下で、全部お寺でさせていただこうよという計画。扉も窓もついたんです。ですから、あと半年でどうしよう。裏は知りません裏口は知りません。もう表だけ見ましょうね。なんとか、はい、そこから、わずか1ヶ月半、しか経っていませんけれども、はい、こちらがバスが止まり、乗り降りさせて、いただく場面ですね。はい、私たちでもまだ慣れていないので、中で迷子になるようなことも多くあります。はい、そしてご訪問前にもう一つだけ皆さんに、ご覧を、いただきたいと、思います。毎月これは長松尾堂氏に、送らせていただく映像なんですが、ブラジルでは、今は、12カジお寺があります。その、ご奉公をもうこの毎月海外部長に、報告させていただかなければなりません。ブラジル全国はこうなっています。いわゆる神奈川府教区全寺院からの情報を集めて、一つの映像でお互いに報告し合うんですね。先ほどはブラジリアの映像、こちらはブラジルで長松戸氏が言ってくださったリベラムプレート物流寺、住職はフレイタス行恩師、こちらでお世話になりました。私もあそこでご報告させていただいております。日本に参る直前に、お授業に回らせていただきました。これは平日でも皆さんがお授業を受けてください。この女の子が、24,5 歳かな、こんやすんやらね。はい、切り替えなければならないです初めて自分の家でお香を、建てられたんですね。私の家でお香を務めてくださいって、結婚しましたって、私の亡きお母さんに最高の、思い出、法恩になるから、お香を、お香願書に、なった方なんですね。もう日教寺の青年会で一生懸命ご報告された子です。はい、ブラジルのお寺では多く催しをさせていただきます。こちら物流寺では、焼きそばの催し500食を、町の方々に提供してお寺で、ビンゴ等をしたりいたします。こちらは、フロリアノポリス、ブラジルの南部の南部、本当は寒いところなんですけれども、そちらへカルドーゾ白衛士がご奉公に上がり、毎月往復800キロをして他のお寺と兼務でご奉公に上がります。ロンドリーナ本邦寺、住職は吉川純章氏、大江式の時はね、
必ずお経家、お供え経家が上がるように私たちはさせていただいているんですね。はい、入信された方なんです。あちらでは握手をしたりハグをしたり、もう抱き合ったりすることが普通なんですね。はい、当日の映像、そして町の行事、お祭り等に積極的に参加させていただきます。呼ばれずともこちらから名乗り出ていきます。はい、何回か言えばまあ来てもいいでしょうと行きます。はい、まだ本法寺のご報告です。はい、こちらは本明寺、本明寺では、お会式前に大概は3日ほど前から行って皆さんの家をお助行松陰に回らせていただきますが、皆さんが待ってくださるんですね。いつになったら来てくれるのかと皆さんが、そうやっておっしゃいます。こちらにとって大きな励みとなります。はい、もう見習いまで、間に入って、代わりにご奉公してくれます。年末に得度の予定となっています。こちら、リオ発祥寺のご奉公の様子です。各寺院から毎月このような映像が、届けられます。3週間前にリオで新教自由パレードがありました。本門物流主催の、発祥寺の公演で毎年行かさせていただきます。これは、どの仏教宗派も参加せず物流宗のみが、誘われる、ブラジル国家が、応援している行事で、この行事でも声高らかにお題目を、唱えながらパレードに参加いたします。はい、いろいろな、ご報告があります。ビデオが長いのでこの辺で止めさせていただきます。はい、いわゆる、こういうご報告を通じて皆さんと、つながりたいです。ブラジルで、3ヶ月に1回、ゴグズトレーニングを、オンラインでさせて、いただきますが、テーマは、魂との接点、自分の心とつながりたい、つなげられる方法を教えていただきたいと。平日の夜8時から夜の10時まで2時間にわたってオンラインでさせていただきますが、障害者の方も入って参加されるんですね、オンラインで。後でまた見ていただきますけれども、私たちがこのありがたいご信心を通じて、ご法様南無妙法蓮華経を通じて魂からつながり合うことができれば、これに過ぎるご利益はないんです。そして今しかないんです。もうこれ以上後回しにするのはやめよう。今日はそのことについてご訪問を拝まさせていただきたいと思います。前置きが大変長くなりましたが、ご訪問に入らせていただきます。次のような、次の、ご教科でございます。本門八本所見上行所伝本人下主の南無妙法蓮華経ご教科に明け暮れに実りのために見下ろし心尽くすをそれが楽しみ明け暮れに実りのために見下ろし心尽くすをそれが楽しみ Prazer é dia após dia poder se dedicar de corpo e almaao Dharma Sagrado. 各お示しでございます。大意を読ませていただきます。
何はさておいても、御法様のためには身を労し、心を尽くさせていただくことが大事。だが、それがたまにとか、気が向いたときだけでなく、常に明け暮れにさせていただいて、初めて楽しみとなっていき、功徳が積まさせていただけて、ご利益がいただけるのであるとお示しをいただくご教化でございます。さて、今、ご教化の、神の国、明け暮れという言葉が、ありましたね。これは最近、使われなくなってきた言葉ですね。ブラジルでも、あちらの日本人もほとんど使われなくなりました。しかし大事なことです。意味を調べますと、明け暮れ、そのことをして毎日を過ごすこと、そのことをして毎日を過ごすこと、まあいろいろ毎日の過ごし方が、あります。まあ毎日仕事をして、一日を過ごすこと、毎日ブラブラ何もしないで過ごすこと、旅行、スポーツ、娯楽、何でもしながら一日を過ごそうと思えばできないことはありませんが、それが果たして魂から楽しみと思えることでしょうか。あなたにとって何が一番大事なのですか。いや、家族が大事ですとか、ごもっともな答えなんですけれども、あなたが死んだ後はその家族がどうなるんですか。あなたが病気になったらその家族がどうなるのでしょうか。知りませんとなるんですね。ですから、何はさておいても、御法様のために明け暮れて、明け暮れに身を下ろし、心を楽しみに尽くさせていただいていくことを第一にしなければもったいないということになりますよね。ブラジルでも多くの日本語が流行っています。特に今流行っているのは日本料理店です。昔はね、シュラスコと、ブラジルの焼肉屋が大人気でありましたけれども、今はそれらが半減して日本料理店に負けています。考えられない現象なんですね。30年前は私たちが、生魚考えられないという時代だったのに、今はお客さんが来たら、じゃあどうぞ今日は日本料理店へ刺身お寿司をいただきましょうと、それでおもてなしをするんですね。まあ味は日本と比べたら大したことはないとかもしれませんけれども、そういう時代になりました。ですから寿司、刺身、焼きそば、お弁当等がもうポルトガル語の辞書に載るようになりました。お祭り等でも頑張りましょうとかね、そういうメイクが挙げられてテーマになるんですけれども、最近のお祭りで、もったいないという言葉が流行ったんですね。お祭りのスローガン、メイクで挙げられた、もったいないの心をかみしめましょうというのがありました。訳しにくいんですよ、非常に。で、まあ無駄にしてはならないと直訳すればそうなりますけれども、それだけじゃないんですね。もう仏様にしてくださった方に、ね、多くのおかげをいただいてこのものがあるのに、そんな無駄なことをするのかということです。私も初めて40
1年前に日本に来させていただいた時に教えられた、言葉の一つなんですね。忘れもしない。いくらご飯を食べてもね、一粒残したら、こらもったいないぞと。覚えやすい教えられ方ですね。今でも皆さん教えられるでしょう、もったいないもったいないと。ところが厳しく、米粒を一つも無駄にしてはいけないと、もったいないというのに、あんたは祈ってないの、ご信心してないの、もったいないぞって、命がもったいないよという指摘はしないんですね。もっともっともったいないの意味が、指摘内容があるはずです。共にその反省をさせていただきたいと思いますが、私たちが、長間東道氏が8月に来られる前にブラジルではね、いろいろ考えさせていただいたんです。なぜ今崖っぷちなのか、なぜ力が尽きようとしているのかと。そうすれば、今年の初めに、ご講義のお言葉の中にあった物流の原点に立ち返ることをヒントに教えにいただいて、お換金が足りないということだったんですね。いくら薬をいただいても飲まない、教えがあるのにしない、もったいない生き方をしていたんですね。そこから、上大木運動というのを開始させていただきました。いわゆるこういう紙を作ったんです、もう昔からこれ物流集の伝統なんです。最も大きなスローガンです。ほとんどのお寺に行っても、本山の入り口にも、上の看板に上大木と書いてあります。それに私たちはさま頭下げてさーっと入っていくんですね。6月1日から開始したときに皆さんにお聞きしました。ブラジルで1万便苦笑100人いる中で、1万便苦笑をしたことがある方手挙げてくださいと聞いたらね、 4,5 人しか手挙げなかったんです。 4,5 人って、でしかもいつされたんですかって、覚えてない、もう昔すぎて。ここで聞きましょうか、ね、まあ聞いたことにします、ね。でその映像をご覧いただきたいと思います。はい、6月1日から開始させていただいた1万便苦笑、1ヶ月のうち1日を選んで5時間、もう時間バラバラでもいいです、24時間以内に、1ヶ月のうち1日を選んで、ご法然との約束で5時間お換金をさせていただこうという試みです。こちら本山の入り口にある上大木の看板です。1万便苦笑、また100本祈願も始めさせていただきました。100本祈願は10日間で66時間です。はいはい、こちらはウィニちゃんのお母さんが100本祈願しましたね。はい、青年会の方1万便苦笑、はい、こちらはね、またリオ発祥寺の幹部さんが、若い女性ですよ、ね、達成、皆さん達成したらね、紙に書いてお寺に提出するんです。そしてそれがご法然に挙げられます。この女性の方、女の子がね、あまりの嬉しさにこの紙を額縁に入れて自分の家の壁に飾ったんです。そしてまた何回もしてるんですね。はい、これね、6月1日に開始した、頑張ろうって 4,5 人しかいなかったのが
1ヶ月後の7月1日に55人になりました。皆さん頑張りましたね。それから毎月続いたんです。でブラジルの全国の寺院の皆さんも家族で1万遍苦笑しよう、家で一人でできないからお寺でしようと、どうしよう交代交代でしよう、終わったらみんなで嬉しの記念写真です。これ毎月これだけの成就数が上がってきます。これ日教寺の建設内での1万遍苦笑、皆さんの顔を見ていただきたいんですね。疲れたじゃないんです。できた、よかった。これ学校の先生です。はい、この写真とても嬉しいんですね。なぜかというと、左側の方が日教寺の局長東原さんです。お教務さんとか局長さんが頑張って、頑張らんといけませんわなってなりますよ。ところがお父さんがしたら右の娘さんもしたんです。そして真ん中のお孫さんもしたんですよ。3代でみんな揃って5時間お換金をさせていただいた。お孫さん、ちっちゃなお孫さんでもね、きっと最初から座ってないと思うんですよ。でもおじいちゃんおばあちゃんお母さんが一生懸命してる姿を見て、私も一緒に最後までしたんですよ。3代もこのように一生懸命お換金が上げられたら100年大丈夫です。ご利益もいただけるはずです。はい、この教務さん一生懸命拝んでるのに後ろで記念写真。はい、こちら日教寺の、皆さんですね。はい、ご覧いただきました通りですね、でありますけれども、皆さんにねこれを配ってどうぞどうぞお願いしますって言った時はそうは簡単に取らなかったんですよ。どうですかって、いや私はできませんって、とってもとても、あなたどうですかって、私はしたくありません。そこまで言わなくてもいいのに、ね、いや私はその気がありませんっていう雰囲気だったんですよ。もらうだけもらってくださいって言うてしたら、1ヶ月後にやっぱり持った以上はねしてみようじゃないかって、挑戦、自分自身に挑戦しようと皆さんが思い始めたんですね。考えてみてください。5時間というのは1日24時間からとってもまだ19時間も残ります。飛行機に乗ったらもうブラジルまで行けるぐらいです。19時間も残れば何でもできますよ。でもまだこれ大したことない計算なんです。1ヶ月のうちの1日ですから、1ヶ月のうちの1日の中からたったの5時間ですから30日かける24で720時間となりますよね。誰か計算してくれたんです。720時間から5時間取れないのということになりますね。約束できないの。そんなんでは仏様から見ればあなたはご利益が欲しいとは思えないね。ちょうだいちょうだいと言いながらも、できないできないしませんと言いながらご利益は欲しいとは思えないね。そこから皆さんが頑張ろうという気持ちを起こして一人二人皆さんがするようになったらね、した様子、はいできました、手を三本に乗せて乗せて、で隣の人に見せるんです。ほらやりました、ほな私もしましたしましたしましたってなっていって、姉妹にしないできないことが普通であったのにそれが逆転したんです。あなたまだしてないのって、おかしいねって、しない人が逆に恥ずかしく思うようになったんですね。しないしたくないって言ってた人はねしてみたんです。してみた、した人はみんなすっきりしたというんです。よかった、
こんないいことはないと。5時間させていただいたら終わりの方になったらもう終わるじゃなしに、自分が恥ずかしく思い始めたみたいですね。わあ、今までこの思いでは申し訳なかった、もったいなかった、じゃあ来月はまたしようって、その雰囲気が変わったことが私たちにとって大なるご利益であったのです、ね、皆さんいかがでしょうか。これぐらい最低限のことをこれぐらいさせていただかなければ明け暮れととても言えませんねって、ご教科の最初の言葉に明け暮れありますね。これをこう変えてみましょう。言葉を変えてみたら、もう少し深く分かっていただけると思います、明け暮れにではなくね、たまたまに気が向いたとき、実りのために気まぐれに、気が向いたら晴れたとき、実り、合わないんですね。どの言葉を入れても符合しないんです。ここに符合しなければならないのは私たちの心と魂です。今しなかったらいつするのということなので、明け暮れに実りのために身を下ろし、楽しみに身を下ろし、心を尽くさせていただきましょうという気持ちに、私たちはブラジルで、崖っぷち、もうダメだ分かりませんという状態だったのに、そこからまた8月に長松同士が帰られてからまた盛り上がってきました。全然気持ちが変わりました。一生懸命するのが普通になりました。あと半年しかなくてもいい、お金が足りなくても時間がなくても最後まで頑張ります、みんなで頑張ろうよが普通になれば救われますという確信が、王冠金のおかげでいただくことができたんですね。日清商人のご指南を頂戴させていただきます。ご指南に、真を信者の楽しみの第一、無常の宝珠と思い定めて、ご愚痛のために身を浪し、心を尽くしたもうこそ、根性人外の御月の宝と喜ぶべし、深くお示しでございます。ゆえに、ご信心は、気まぐれにせず、気が向いた時だけでなく、毎日上昇人、上大目でご法前に近づき、楽しみに身を浪し、心を尽くさせていただけば幸せ、ご利益監督の道が開かれていくのであると、お示しをいただくご教科でございます。ゆえにご教科に、明け暮れに実りのために身を下ろし、心を尽くすをそれが楽しみ、本門八本書見上行書伝本人下手の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無